です本日10月25日、富山県知事選挙がありました速報結果が出まして本当にもう一言で、無念という言葉しかありません。今年の7月にですね東京都知事選挙、応援しております桜井誠氏が残念ながら都知事になることができませんでしたがあの時に受けた衝撃と今、同じぐらいですね愕然としております。 本当に残念でなりません一番ですね私はあのなっては欲しくない方にこの富山県知事になってしまって本当に残念ですね。ももううう明らかかに親中派もうチャイナ化されるるっってていうのが分かってるんですよせめてですねこういう方は大変失礼かもしれませんが現職の石井さんがこのまま行くのではないかなと思っていただけにこの無念さというのは本当にですね 残念ででなならないです今回当選しました新田八郎氏一部自民党ですとかあと維新の会ですとか応援しておりましたしあと現在参議院のお姉さんですね高橋治美さんの弟さんでいらっしゃり高橋治美さんは前のですね北海道知事でありました。彼女が北海道の土地を手放したと 言ってい,いぐらいですね中国の方に渡ってしまったという前例がありますのでこの新田八郎さんダイバーシティの推薦ですとか移民政策とかも掲げておりましたので何としてももう親中派お姉さんも二階派でありますから何としてでもですね阻止してほしかったもう無念でならないです富山の皆さんがどういった思いでですね 一票を投じたのかは分かりませんがきっといい話をしたんじゃないかなって思うんですね今までのこの4年間、えー、と4期目に今度終わったので5期目の石井さんを掲げて挑戦したわけですけれどもこの16年間というのがずっと継続されるのも今改革をしようとして新しく皆さんされたそういう思いもあったかもしれませんがよりによってですね新田八郎さんという選択しかなかったんでしょうか。もう 本当に残念でならないですね北海道を見ている限りもう富山県も北海道が今大変な皆さん思いをしている中国の方が増えているということもありますので富山県は何としてでもですね送信して欲しかったただですね投票率は前回よりもかなり良かったんです途中傾向を見ていてですねハラハラしていたんですけれども今回今の状態で61%という報道もありますので かなりですね全然あの前よりも投票率が上がっているので関心度の高い投票だったこの地位選だったということが伺えます保守分裂の選挙ということで日本中が注目していたかと思うんですがもっとですね若い人も名乗りを上げてほしいそれからですねやっぱりです、ね、チャイナ化する日本というのは望みません何としてでも阻止していきましょう。 皆さんが本当の真実の保守であるのならば、もう日本全国ですね。今、あの知事を名乗ってる方々も都道府県全部ですね。もう腐りきってます。はっきり言って腐りきっています。もう投票に行ってですね。何としてでもですね。もう組織票も許せません。断じて全然、ね、もう言語道断です。もう本当にですね。日本を変えていかないと手遅れになってしまいますし、もうどこから何から手をつけていいか分かりませんが、まずは選挙に行って本当にですね。自分たちの日本を。 何としてでも守り抜いていきましょうそして今後の富山県またまた大注目ですこれからの富山県にも注目していきましょうでは今日はここまでといたしますいつもありがとうございますゆうでした